っていうのと、見逃せないですね。そして今回は、はい、ブルーの役の村瀬歩さんがアメリカから来日します。わざわざ、はい、いつもスカイプでね、アフレコをね。そうなんですよ。そうやってる。大変なんですよね、合わせがね、ちょっとタイムラグあるから。そうなんですよ、ね、そんなしたことねえよ。おタイムラグが、本当はもうあと3秒くらい早く突っ込みたかったんでしょうけども、ね、若干ちょっとね、ズレがあるんですけども、ね、来日したということで、来日したということで、ありがとうございます。改めましてね、早速ね、始めていきましょうかね。はい、ラジオディバインゲートオープン。ラジオディバインゲート。はい、改めましてディバインゲート茜役の柿原哲也です。青戸役の斉藤さんです。あら、かまた、かまた、アウトやけど違う、違うわよ、もう。かまとよ、かまと。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 役の。さあ、そして、ゲストは、ブルーの役の、村瀬歩です。はい、歩。よろしくよろしくアメリカナイズされた感じの。ほんと、いいわね、来たわね。アメリカ、アメリカマナイズ。アメリカマナイズ。アメリカマナイズね。されちゃって、もう。来たわよ。お、うまい。お上手。お上手。さあ、ということで、はい、スタジオが怪しい空気に漂っている中ですね、はい、今アメリカ出身、ドイツ出身と、そして山梨出身の、もうワールドワイドですごい、めっちゃ国際色豊かですね。一人規模も、うんうんうん、規模、規模、信玄餅と苦いしかない国ですよ、もう。貝の国。貝の国。貝の国。いいじゃないですか。一番好きな部署だよ、俺。武田信玄ですか。武田信玄一番好き。あ、そうなんですか。ほんと、超詳しいよ。春信でしょ、春信。おお、うん、何、え、春信なんでまた。ランプ前の名前、春信でしょ。おお、え、なんでまた信玄校。ね、生まれた時、まあ、生まれ変わりなのかな、あ、じゃあもうなんなら、武田さんも貝の国出身と言っても、それは違う。ちなみにご出身は、ドイツランド。全村瀬さんは、なんですか。Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from Los Angeles. あ、行ってみたい。Los Angeles。あ、行ってみたい。言えてる。言えてる。出身ロス。俺出身ロスなんだよね。週末ロスかーって言ってみて。週末ロスかは行ってみたい。いや、僕は行っちゃってますね、それ。ピュンピュン。どっかの CM みたいに行ってみて、それ。世界の交通も超発達してる。ねえ。いいなー、ロスかー。どうよ、どう、最近、久しぶりの日本のこの空気は。久しぶりの日本の空気ですか、うんうんうん、全然ちょっと今話が見えてこないんですけど。そうですね。いや、でも、もう乾燥してますね。あ、まあそうね。最近ね、もう乾燥が本当にひどくて。お肌もね。お肌もね、ちょっと乾燥しがちなんでね。スタジオもね、声もやっぱクリア、クリスタルボイスじゃない？あ、そうですね、クリスタルボイス。あ、クリスタル。一回考えてから言い直すのやめてほしいけど。いや、じゃあ、とりあえず大事かなって。ちょっと多分ね、ごめんね、歩がちょっと俺にイラってしてきてるから。ごめん、やめとけ、やめとけ。いや、まだしない、まだしない。まだしない、まだしない。全然しないし。いや、いずれするんかね。そうじゃない。さあ、ということでね。はい。そんな、ロス、ロス生まれの村瀬さん演じるブルーの、はい。ね、アーサー率いるナイツ・オブ・ラウンドの一人ですよね。うん、まあ、要は。